西村です。こんにちは。今回はですね、低学年の学習について少しお話をしたいと思います。低学年、小学校1年生から3年生だと考えてください。そこで必要になってくる学習というのは、一つ基礎訓練ですね。でもう一つは身体感覚につなぐような学習ということになります。それぞれ、何を言ってるかわからない言葉で今言ってますから、それぞれについてお話ししたいと思います。まず基礎訓練とは何か。これは昔で言うところの読み書きそろばんなんですね。ちゃんと読めること、そしてちゃんと書けること、そしてちゃんと計算ができること、これを3年生までの間は徹底的にやってほしいなと思います。で、このように言いますと、読むと書く、そんなことはうちの子できてるよっていうふうにおっしゃるかもしれません。ところが、早く正確に、しかも、厳密に読むことができるというお子さんは実は少ないんですね。例えば、黙読ではなく音読をさせてみてください。そうした場合にものすごいスピードで音読ができるか、もう一つは感情を込めて抑揚をつけて読むことができるかというこの2面から見ていくと、なかなか難しいお子さんが多いなと思うんですね。というふうに、まずちゃんと読めること、これは今言いました音読だけではなく黙読も含めてです。で、次書く。で、これはですね、まず鉛筆の持ち方の見直しから始まっていただいて、読みやすい字を早く書けるかどうか。例えば縦型の、国語の文章を書くとしましょう。そうした場合に、字がちゃんと縦にきれいに揃っているかどうか、字の大きさがちゃんと揃っているかどうか、そういうことも必要になってきます。で、たくさん書くということで、その訓練はできるわけですけども、そういうものを毎日毎日少しずつ必ずやっていくというふうなことを、お願いしたいと思うんです。そして計算については100マス、計算とかですね、あと簡単な計算で結構ですから、正確にとにかく最初から全部合うような気持ちでやっていくというふうな勉強をお願いしたいと思います。で、そのような基礎訓練がちゃんとしていると、本格的な受験勉強が始まる4年生以降、伸ばしやすい子になる、伸びていきやすい子になるということが言えると思います。そしてもう1点、身体感覚につなぐ、学習、についてお話をしたいと思います。子どもたちの中で、特に受験勉強が始まった小4以降ですね、図形問題に困るというお子さんは実は多いんです。例えば線対称の問題、点対称の問題、もしくは、立体を斜めに切ってみるとかというふうな問題について、うーんとうなってしまうお子さんが多いんですね。で、そういうお子さん方が共通に抱えている、ものが何かと言いますと、いろんなその図形的な遊びを小さい頃にやっていない。もっと具体的に言いますと、例えばオセロゲームが弱いとかですね、立体四目並べをするとすぐ大人に負けてしまうとか、もしくはラッキーパズルとか、あとタングラムなんかを、やることを嫌がるとか、というふうなお子さんが多いわけです。で、実は、図形というのは身体感覚に直接結びつく、そういう学習項目だと言えます。ですから、小さい頃に今言ったような遊びをどんどん取り入れてもらう。そうすることによって、図形が特に苦労なく自然に伸びていくというお子さんが、出来上がっていくことになると思います。ですから、小学校低学年の時に受験の先取りを頑張る必要は私はないと考えています。それよりはその年齢で必要な事柄、つまり、基礎訓練、そして、図形についてのセンスを鍛える、この2つを頑張っていただければいいかなっていうふうに思っております。頑張ってください。